まずホークスの先発高橋英明の立ち上がりでした。いきなり田中健介にレフト前ヒットを打たれます。そして森本にはセンター前ヒット、さらには稲葉ライト線へのタイムリーツーベース、ファイターズが先制します。もうこの辺りはファイターズの勢い止められませんでしたね。まあ、いい打線のつながりをしましたね。高橋秀もね、ちょっとストライクを、ね、集めすぎました。あ、そうですか。小屋野のセンターへの犠牲フライ、そして糸井のレフト前ヒットでワンアウト一塁三塁として、高橋ライト前タイムリー、ファイターズ3点を一挙に奪っています。3回の表ファイターズの攻撃、ワンアウト一塁三塁からこの陽のサードゴロ、サード松田はセカンドに送球、その間に三塁ランナーがホームイン、4対0、ファイターズリードを広げます。4回のファイターズの攻撃、ノーアウト一塁から金子が送りバント、しかしここは堂上判断よくセカンドへ送球、そして田中健介センターオーバーのツーベースで一塁ランナー一気にホームを狙いますが、ここはホークスうまく中継してホームでタッチアウト。ツーアウト二塁となって金沢へスイッチしました。でこの後森本フォアボールで2アウト1塁2塁、稲葉がレフト前タイムリーでファイターズ5点目、なお2アウト2塁3塁から小屋の右中間への2点タイムリーツーベース、ファイターズ7点目、さらに糸井がライトスタンドへ7号ツーランホームラン、ファイターズこの回一挙5得点、9対0とします。4回の裏、この回先頭の松中ライトスタンドへ5号ソロホームラン、ナインに勝つを入れます。そしてペタシーニがレフトスタンドへ3号ツーランホームラン、ホークス3点目が入ります。試合は6回終わって9対3、ファイターズが6点リードしているという状況です。